なんか今有名なツイッターアイドルにだまされたみたいな人がいてでそのなんかアイドルが詐欺行為みたいなのしてると何があったかの説明と被害者の方がなんかいるみたいなんでねちょっとじゃあ電話したいと思いますはい聞こえますかも こんばんばは,はこんばんはですじゃあちょっと軽く説明してもらって何についてからお話ししたらいいですかいや誰が何をしたのかっていうなんかあるんですよねなんか話がそれを話していただけたらなんか画像とか添えてこのフェリスミニョンって方が写真集の顔が詐欺すぎて炎上した方なんですけど、うん、フェリスミニョンって方が写真集を出してその顔が全然ツイッターの顔と違ったってことですかね あそうですね。それで炎上してちょっとバズった方なんですけど。えー、それ見たいな、見してよ。はいはいはい。10万人もフォロワーいるやん。顔がこんな感じ。えー、かわいいじゃん。え、めっちゃかわいいじゃん、これ。彼女にしたい。で、これが写真誌を最近出したと。え、見してよ、見してよ、それ。すみません、今送ります。あーはいはいはい。いいよいいよ。もう全然今日は暇なんで俺。あの、すみません、あの、iPhone <laughs> をさ、あの、スクロ多分たぶん、Twitter をスクロールするときの音がね、あまもう、カッ たかったってあの君あれか爪でトントンするタイプか iPhone あすいませんしいあるよねあわかるわかる俺もねなんかあのツーブル時に爪でトントンしながら iPhone するもん指じゃなくて爪でな,、ね、なんかちょっとできる男みたいな Google 社員みたいな <laughs> はいえこの人31歳えそれ本当の話なんですかなんでわかるの出てるのそれは証拠みたいなえでもなんか動画とかあるよ画像ましたえこれ右が写真集ってことですか そうですねアマゾンレビューが酷評ばっかりでししえっちょっと URL って送れますか別人なんじゃないのてかこれほ本人なのほんとに過去に別の名前で活動してたんですけどえっ、ー <laughs> その際の際写真になります <laughs> <laughs> 何これ一昔前のさアニソンアーティストみたいなさアニソン歌手みたいなえフェニスミョンラストバケーションほんとだやばいねほぼほぼ低評価やんツイッターと顔が違う腰一もつけたくないツイッターにある写真を想像してこの本を開くと全くの別人が写っておりだえ何これ何で読むのとどろきます 全く別の人の写真集を購入してしまったようです。どの顔が真実なのでしょうかと思い、ツイッターで検索かけると、不穏な話もちらほらと。フォトショップってすげえなー。ツイッターとは全く違います。幸せな結末は来ない。無修正写真なのかも。自撮りも写真集も嘘。無駄金でした。炎上しすぎやろ、これ。なんか別にそんな悪いことなのかね。悪いことなのちなみに、フェリスミョンは鬼滅の刃のコスプレでも人気です。あー、これなんだっけカンロジだっけサンプルの写真。えー、でもサン おあえでもさこれ許容範囲じゃない言う言うほどこれ、まあ、アプリでちょっと目大きくして輪郭小さくしましたよみたいな、まあ、こんなんでもさツイッターにいっぱいおるやろ、はい、こんなん <laughs> まあそうですね、えっと、問題はそれだけではなくて年齢詐称とこの人何歳なんですかっっって言ってて言ませんででした現在31歳です本当は40するってこと 去年のツイートで私は21歳ですみたいな書いてたんですよ。21歳。あと、法教隠蔽と、年齢詐称とえっと横領疑惑、クラウドファンディングのお金の行方がちょっと不明なところとか。え それ一個一個,一個なんか怪しくなってな雲行きがとりあえずこの人は21歳って言ってたんだけど3時本当は31歳なんだそうですそれはなんか証拠あるの今から送りますはいなんかちなみになんかファンが怒ってる何も知らないくせに加工だけとか言ってんじゃねえぞって21歳でバーのオーナーやれるかっこいい女性でこういう陰が広いんで真面目で料理家事できておっぱいもでかくて穏やかな生活なんててません めっちゃ自分のこと褒めるやんで、これが2019年のツイートとはい、こちら月城うさプロフィール青年月日が<ー>はい、載ってますあー、これでってことかなるほどねそうです21歳の発言がえっとチェッキーを売るために発言したんじゃないかって言われててうん お金稼ぎののために年齢をするのはどうかなと思ってとまり一番最後のツイートは「すみませんスケジュールの都合でこちらのイベント急遽出演キャンセルになりました」とかなってるけどなんかいろんなイベントに出てるってことだよね多分なんか今日望月メルさんと合同イベントだったみたいです望、うん、月メルと合同イベントやべえ女とやべえ女じゃんこれて <laughs> かなんか望月メルさんいろんなとこで絡みすぎじゃないこれが法凶疑惑 ああ、本に言ってるんだ。2020年3月に。えー、私は違うけど、シリコンで胸大きくしてたら何なんだろう。悩んで悩んでシリコン入れてる子もいるから、それも努力だと思うんだよね。偉い。シリコンに見えるくらい立派になったってことだ。これからも育乳頑張ろう。出たー天智もと同じこと言っとる。育乳とか言ってな <laughs> で。しかも、私は違うけどっていう前置きしてて、シリコンで胸を大きくしてる人を擁護してると。これ、ある意味自分を遠回しに擁護しているということですよね。 あれいなくなったこれ、とっし、とっしえさん <laughs> 壊れてる、はい、?iPhone あ、なんかさっき水没しちゃって調子悪くてすいませんうん、それはやばいアカウント変えてきてもいいですか、ラインのああいいよいいよこれであともう一人の人は被害者の方なんですよねこんばんははいはい、被害者の方なんですよね、たぶんあ、そうですねオッケーすオッケーですじゃあちょっともうちょっとお待ちください、はい、はい、お待たせしましたはいはいはいクラウドファンディングの画像送っていいですかこれね、はい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 、えっと、クラウドファンディングで115万円集めたんですけど 115万円ももらったんだこの人衣装を2種類作成するクラウドファンディングで普通の衣装と胸焼きセクシー衣装を作るクラウドファンディングだったんですけどお、はい、でもえっと本当にキャスト分も何着も作成したのかっていうところとこの達成後にお店が潰れてるんですよねお金をもらって即店が潰れたその胸焼き衣装も多分1着しか作ってないんですよねキャストの分も作るっていうクラウドファンディングだったはずなのでキャスト何人ぐらいいるの ?56 人くらいは。うん いると思いますえ、でも一着しか作ってなかったってことで次にまだあんのね天皇直属の霊媒師から塩を買って他人に数万円で売りつけていたっていうのえそれさ証拠あんのそれあこのもう一人の女の子があそういうことかもう一人の女の子もしもしえ君天皇の塩買ったのいや私じゃないんですよね一応画像送りました配信載せないでいただきたい画像があってえなんで 茶色いつけの上に置いてる塩をちょっと載せないでいただきたいんですよね。なんでよ。あたしの元彼がフェリスミニョンさんとつるんでいてなんでこの塩を出しちゃいけないの理由が語られてないんだけどまずそこからなんだけどこれがですねあ元彼活動者だったんですけどあ活動者なんですけど、うん、その分かるんですよねこのいつもこの部分を SNS にあげてるんで元彼やろなんで別にええやろ <laughs> 別にえ,えやろてか誰なん逆にえなんか迷惑かかったらあれかないいやろ別にアホなんやから <laughs> そんなお前ね天皇直属の霊媒師から塩買うバカなんてさもうええやんそんなんどうでもいやそうなんですよねなんかバカじゃないのってっバカだよそんなの <laughs> な,ん<か>なんならフェリスミョンとやってるかもしれへん浮気して <laughs> いやそうなんですよほんとじゃあもうええやんもうそれ活動者 <laughs> い,いいですよ大丈夫こちらですえー、この塩がいくらなのこれが3万円ぐらいだったはずなんだよね3万 これ今日はこれから除霊に行ってきます、はい、ガチのやつ除霊代9万これが確か天皇の霊媒師の,その除霊代、うん、オーラで見るみたいな方みたいなんですけど、うん、誰か知ってる方いらっしゃらないですかいやーこれでも買うやつがアホやろ、まあ、それでもあくどいことをしてるんだね以上ですかあでもそれくらいですねさっきの塩ダイソーの塩ですよってダイソーの塩らしい すいませんあと一つありましたお話。ミリス・ミノンさんがオフィシャルグッズを出したんですけど、魔法人のデザインがカードキャプター桜の魔法人のトレパクだったっていうお話です。うん、エンジェルシルバーペンダント2万、ね、4000円。これが、この魔法人が、<laughs> あーてかこの魔法陣見たことあるなこれ。これね。おいしかも、カードキャプター桜なオープニング3個目のプラチナじゃねえかお前これ。魔法人これ。パクんじゃねえお前カードキャプター桜何時のあるべき姿に戻れ。 で <laughs>、ね、本人は一応私がパクったんじゃなくてデザイナーさんが勝手にパクったって言っててデザイナーに任せてデザイナーが勝手にやったんで私は知りませんみたいな言い訳してんのねそうですねしかも小瓶も100均だった小瓶も100均らしいだから200円だよ <laughs> 200円が3枚になった多分錬金術師やね令和のフェリスミニョの声あ,あこれか声ちょ聞くか声聞いてなかったなそいや寂しい <laughs> <laughs> えんちゅんちゅ 可愛い,いじゃんこれ。何だよこれ可愛い,いやん。三十一と思もえんだこれ。これ三十一かほんまに。これ十九。俺の中で今十九になったぞこの女。偽りでね。本人いるらしいです。どうせコメントに偽物なんじゃないのそれ。偽物のアカウントに騙された本人とか言うんですよ。俺はそれに百かける。本人来た？本物？すみませんでした。あ、フェリスミニミニオンさん初めまして。 初めましてちょっと何か話したいことがあって僕のキャスにコメントしてくれた感じですかね。なんか実は,はい、はい、たまたまあの枠の最初から聞いてたんですよずっと。ああそうなんですね。ってことはもう、はい、流れは分かってるってことなんですね。はいあのはい、はい、全部お話をさせていただきたいといああありがとうございますフェリスミョンさん。勘違いされたままではくないですね。 私も口下手なのであ,あまりツイッターで発言したりとかがなくて最初からいいかね全部ちょっとメモに取ってて。 ああ、貴重面。まず、豊胸の件なんですけど。はいはいはい。もう四五年前ぐらいに、実は豊胸したことがあって。四五年前に放。にシリした、うん、あ、そうなんですよ。えー、で、シリコンとかではなくて。注射で。もともと。<laughs> はい。ま二年、三年とかで、溶けるものをしていて。うん で <laughs> <ょ>注射した後に、えー、ちょっと胸が硬くなっちゃって、えー、一瞬ですぐ抜いたんですよ。うん、で多分だけど補強した時は補強した時って補強したって言うんで周りの友達とかにあ補強したんだっていうふうに言ったことがあるのでで今は補強してないっていう意味でう結構何年前からも補強はしてないんですけどえーとつまり補強45年前にして入れたけど硬かったから。 抜いた。ことですか当たって胸がそう、あ、抜いたというか、そうです、溶かしたですね。溶かして、元のサイズに戻ったんですか?。元のサイズに戻ってで、ね。で、そこからあんだけ大きくしたってことですか?。まあ、なんか正直。不可能じゃないですか、それは。太った、そうなんですよね、不可能なんですよね。豆乳とか飲んだりして、太、はい、太ったに使うですかね。ちょっと、あとは、その胸の塗り方とか、やっぱコスプレだったりとか、水着着るときに盛ったり。 とかでまあ公共は、まあ、昔してたっていうちなみに何カップから何カップになったんですか,ですか、ね、その時にもともと F カップあったんですけどもともと F カップあったはいあもしもし、はい、はいはい。ょう全くしてないみたいな発言はちょっとおかしくないですか <laughs> ツイッターで何度も発言しただと思うんですけど、はい、なんでしてないって発言したのか教えてもらいたいです、はいはい、あ申し訳ないです昔のことを今、うん は補強してなかったので、いうのが、言うまでもないかなと思い、発言してませんでした。<ー>申し訳ないです。なるほどね。はいはい、はい。公共の経験があるのに、はい、アベマ T. V. とか。はい、モデルプレスで、完全育乳っていうのは、おかしくないですか。まあそれは、昔の経歴も帰った方が、それは、良かったですね。ね申し訳ありません。配慮が足りなかったです。うん。 うん。え、でも、全く補強してないって言って、メディアに乗っちゃうと、ちょっとおかしいと思うんですよね。はい。申し訳さんみたいな感じで。はい。まあ、百点中だね、これも。はい、ありがとうございます。これは。申し訳ありません。ちゃんと経歴に書くべきでしたね。悲しい思いをさせてしまい、申し訳ありません。いや、別に私は大丈夫です。この。月城。すみません。月城宇佐の時代と、アフェリアのモエミーと。 アットホーム、えー、萌え時代は本人でで間違いないなあ今はペレスミニョンで活動しているのでその辺は許す、えっとうん、必要がないかなと思っててそこら辺はねまあ正直ガーって詰めなくてもいいかなと思うそこはねもう、まあ、転生してるわけだしとりあえず過去の本人だってことですか、はい、どっちですか <laughs> 非公開ってことですか <laughs> 先ほどもおっしゃったんですけど <laughs>、えー、今はペレスミニョンという。 活動してるので。うん。ご理解いただけると。また甘いことになってる俺。あ、じゃあ否定はしないんですね。わかりました。ありがとうございます。もう女の子怖い。僕が一番気になるのは、だ、普通に三円の、なんか天皇直属の霊媒師から。いただいた塩っていうの、<あ>これかなり悪質だなと思ってて。はい、本当なら。塩を人に売ったことは一度もなくて。え。一度もありません。百均で塩を買ったこともありませんし。<laughs> 塩を人に売ったことは一度もないです。どうなってんの年はこれ。で私が、私が今自分で持ってるお塩があるんですよ。うん、私、スペリチュアルが好きで、これを言うと否定されたりとかもあると思うんですけど、それを人に売ったりとかはな,なくて、本当に個人的に自分で塩をお部屋に置いてるだけで、塩を部屋に置いている、<お>なんか例とか出るんですか風水,で風水的な。ああ、風水的な。資産いいですか資産って何ですか あこのもう一人の方です。あ司さね。司さん。いや司さん。一度も会ったことありませんし、私そのえ司さっていう方が全く誰かわかんないけどこのグループにいる方です。お話ししていただいていいですか？はいお願いします。資産さん。の元彼司さん。はいはいはい。はい。えとちなみに元彼さん誰ですか？これを誰かっていうのを知りたいんですけど、もし本当だったらお名前出せると思うんですよ。 っ本当なんですけど、じゃあお名前もそうですよね。え、配信上でませんので。じゃあ個人的に言えますよね。私が本当にそれを。あ、いいですよ。あこちらにしましょうか。本気出してこっちもらえますよ。え、今これ追加できますよ。ここで同じぐらい。個人的に言っても変わらないと思いますけど、丸め込まれると思いますけど、本当にこれは言いますよ。 いや手がさ、これも元元彼出す。じゃこれ元彼読んだ方が一番早いじゃん読んだ方が早いと思うんですよ私ほんと今まで一度も売ったこと…いや、読んだ方がいいですここまで読んだったら私一度も塩のブレスレットも売ったことないんでいやでもそれはそうだよだからここまで来たら呼ぶしかないっていやでもここまで来たら呼ぶしかないってだってさ、フェリスミニオンからしたらさだって嘘って言ってるわけでしょ それはもうさ、はい、出した側がやっぱ証明しなきゃだよ。読んでほしいです。それが本当っていう。呼びましょうかじゃあ読んでください。はい。ああいいですよちょっと待ってくごさいますね。ね <laughs> やばい、きた。女同士なんで本当に人にしようとブレスレットを売ったことないので、<laughs> 一度も誰にも売ったことないんです、ね。持っていや、あげたこともありません。人な<に>んでもらったって言ってるんですかね わからないでそれをだから今お話しさせてもらいたいです。じゃあここ、じゃあ紹介したとかですかね。はい、いや、紹介も。紹介してないんです,んですかあ、本当にやってますね。はい、あ、了解です。今、ライン送ったんで、ちょっと返事返ってきたらまた話しますね。じゃあ、証拠欲しいです。本んに打ったことないでね 画像だけだとあれ入れ物百均の入れ物らしいんですよ私はその金龍さんのとこで、うん、あのいつも置いてくださってるんで、うん、あ一応フェリースミニオンさんの部屋には隅に塩が置いてあるんですね。はい、こういう風にあ置いてます。はい飾ってます。ああでなるほどこれと同じようなものを持ってる人がいる。ああそういうことかあ。まあこれだけじゃ確かにね売られ 売りつけられたととはまあ証明ちょっと難しいかもしれないね確かにも,もしこのこれをいろんな人に売ってるんだったら周りが離れると思うんですよ、うん、資産落ちましたけどこれ逃げました分かんないですこれ,これ逃げたってなるとちょっと仕様の話も信憑てかこれ,これ嘘やとしたらでも悪質ですよフェリースミニョンさんをみんなでインターネットでいじめてたっていうそして俺もそれに加担していたっていうフェリースミニョンさんはかなり悪質な人なんじゃないのんまあそう思ってたんですけど おでもそれ思ってたってネットで書いてあること全部うのみにしてそう思ってたとしたらマジで悪いことやでそれはもうちゃんと裏も取れずにさ、はい、みんながこう言ってるかられこれ本当なんだみたいなさうーん証言のみになっちゃうのでいや、はい、それはよくないねてかさ元彼の話なんか名前出せないの資産呼ぶんでしょだったらもういいじゃん名前出すようなもんじゃん出してよおいはい あ、じゃ、資産に聞いてます。c さんじゃなくて、資産です。な、おめえら、名前、なんでこんな二点で、おかしいな。はい。c さん元彼のツイッター教えろって。もう教えろって、もう、ここまで来たんだが、行くしかねえって。これね。俺が配信者。俺のこと、フォローしとるやん、こいつ。この人、北条春明よし。ちょ、行け、行け。 あ、もしもし、はい。でですね、ちょっとあの、はい、フェリスミニョンさんが塩を売られたと言ってるとかですね、北条さん、春明さん。北条春秋さん。<あ>はい、知ってますか。はい、知ってます。この方が塩を売られたって言ってます。これ、これです。えー、フェリスミニョンさんから塩を売られたという話について <laughs>。どちなにみに、<laughs> あの。北条春明さんは、何あ、な知り合いかっていうと。はい。北条春明さんって。 あのー、サロンも経営されてるんですよ、美容サロン、脱毛、うん、そこのサロンのモデルをやってるんですね私が別で行ってるエステサロンいるんですけど、そことの共通の知り合いで、うん、私その人に塩とブレスレットを教えてもらったので、うん、だからその人も同じ人に塩とブレスレットを教えてもらったので、買ったのはそっちからだと思うんですよ。 同じ人に教えは。な,なので、本当に、私から、その売られたっていうのであれば、今。ここに呼んで、お話しした方が。できすぎてない。早いと思うので。取れぱか後で、きらまって。えっと、今から、の、クラファンの、スクショ送りますね。あ、はい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 。あ、これですかね。制作が間に合いました、寝込みも一部完成しました。あ、四着ぐらい作ってるってことですかね、これ、服を。あ、そうですね。で、こ。 ここでは、数見れないので、今、あの、掘り返せば。今、今家なので、何着作ってるか。うん、あの、わかります。だ、あの、出して、今すぐ写メ撮ることはできます。出しましょうか、今。なんなら、それ、写真撮っていただけたら。 ーでもなんかあのちょっと土と屋さん今6着ぐらいでも画像ありますよ全部で6着これ作ってますみたいな胸空き制服もですか胸空き制服は満足だったかな3か4ぐらい作ってましたね待ち針って何待ち針が何たらとか言ってるけど胸空き制服に待ち針が刺さったまま完成ってあげてたっていうお話だと思いますあなななんんんかかかごめんなさいなんか出来上がった<う>てか 書くの,たなその後完成してて今、うん、あの完成した写真を、うん、今ちょっとひろ今雑に広げてるので写真申し訳ないですけど玄関に広げてるんでお見せしますこれですねはいはい完成クラウドファンディングで作ったやつ完成したって言ったらなんか針がついてるような雑な出来上がりだったってことねでもそれはちょっと急いで写真撮ってて。 その時何でさ、うん、アンチンそ,そのアカウントにもすごい届かれて、うん、作ってないって言われて、うん、もうなんか制作が結構中国からなんでコロナの影響で遅くなっててあそれはあるねすごいそれで早く出さないとって焦っちゃってその、うん、完成してきたっていうのを完成しましたって書いちゃって出しちゃって申し訳ないですなるほどねでももう完成してるのでで写真は撮ったのかな いや今今足りませんがやっと広げれたんで,で、ね、ちょっとちょっとちょっとと思うんですけど広,広げちゃったんですかちょっと今玄関に全部玄関で広げたうわあ、はい、お帰りなさいませですねはいうん、玄関でお広げてすごいな玄関のドアガチャ開けたら広がってるっていうそんなもんお風呂より先にしてしまうかなご飯お風呂よりも先にね、はい、何の話してんの C さん。もし。はい。何の話なの？待ち針ですか？はい。何の話ですか？待ち針だって。の何の話してるんだって言ってんの、ね、俺は。あー、この話ですか？うん。いやーもういいや。ちょっと違うよ。<laughs> 孤独すぎる。えっ、ー、とこちらが、えー、作った服の写真ってことですね。汚いな服。えー、ごめんなさい。なんかもうなんか数多すぎて広げる。えー 場所がなくてわオパンツパンツパンティパンティーンツえっパンティありましたすいませんわオちょっとヘアキテってダイム。制服がなんかギザギザってわれてるところ今アップでハートのとこなんですけどす2お揃えて、はい、はい、お送りしたんですけど。うん、な、わかりました。ありがとうございます。疑ってしまい申し訳なかなたです、はい、<laughs> お前さ。 ああトレパい、はい、はい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 ズ作るいは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 いとちょっと個はではその技術いないので頼いでいて、うん、で、うん、そのネックレスを作ったんですけどそのネックレスの、うん、えっと、うん、無料でいいてくる箱の うん、デザインを魔法人にしたくて、うん、で業者さんに送ったんですけど、うん、その時の LINE も全部お見せしてするんですけど、うん、えっとカードキャプター好きだったんですけどカードキャプターの魔法人だとはちょっとぱっと見分かんなくて私も気づけなかったのが悪いんですけど。うん ちょっと似てて販売結局中止にさせてもらったんですよ。ツイ<あ>ッターでも言って販売を中止にさせていただいて、うん、その無料でついてくる箱の魔法ーのデザインを、うん、えっと変えて出させていただいたんですよ、うん。なるほど。じゃあもう販売中止してるとこれでも東生さんど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 んフェリスミニオンさんからね、はい、あの訂正の証拠が届きますけどこれどうするんですか本当に。事実であれば謝ります。うん、こっちはえっと証拠が薄かったので。 説明と謝罪を聞けてはい、はい、嬉しいですありがとうございますはいお前でもあまあはいはい今送らせていただいたんですけどちょっとそのデザインをや、はい、や,やってデータ化をしてくれてる人なんですけど、うん、ちょっと他のえっ、うん、と大手さんとかのそのグッズとかもやって、うん、名前にあんま 他の人にも迷惑かけないように名前は出さないでほしくて、ちょっといください。<え>このさ、大手の人はさ、カードキャプターサイドのデザインパクって君にやったんでしょいや、パクってないトレースじゃなくて、1から書いてくださったそうなんですよ。いやいや、なわけないで、いや、それは苦しいわ。1から書いて全く同じになるわけないだろう。<laughs> うん。<laughs> でそれはないだろうあ。デザイナーからこんな感じで、えー、来てると。はい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 。まあ、だそうですけど。 まあでもとりあえず、法凶は過去にしたっていうのはまあ認めてるもんな。ね、まあそこはな。で、年齢もまあ若干、まあほぼ認めてるようなもんと。で、塩を売りつけてた話は今確認中だけど、一向に出てこん。クラウドファンディングは、ファンに向けてはちゃんとした情報を公開していたと。君なんかツイッターでめっちゃフェリスミニオンさんのこと叩いてたよね。もうお前でもこれ、決勝入りといいんじゃないのある程度。アカウントですかわかりました。ツイートぐらいは消し入りいいんじゃねえのだって。 すみませんあのさっきあの北、ー、条さんが元カレーだったシさんがですねえすいませんフェリスさんの塩とブレスレットの言い分は聞いたんで私はもう大丈夫です落ちさせてだきますかって逃げてんだけどいや<え>お前さちょっとシ上がってこいよお前お前せめて謝罪しろじゃあお前それはないだろうなんか話聞きました、うん、ありがとうございましたじゃないでしょああすいませんすいません、うん、あ謝ってもいいですか今そえそれは嘘ついたってことですよねいや嘘は私はちょ正直わかんないんですよ じゃあ<の>なんでこれをおっしゃってるんですかわかんないのに。の元彼があのまずあのフェルス・ミニョンさん関係であの買ったって聞いたんですね私はでも連絡返ってこないんですよねなんでちょっとどうすることもできないんでちょっとその今回の件については、うん、の私の勘違いだったっていうことではすごいご迷惑おかけして申し訳なかったですどうか寛大な心でこの醜いものをお許しください。はい <laughs> はい、わかりました。ありがとうございます。すいません。よし、お前、失せろ <laughs> 失礼します。来ましたかね、これ。あ、E さんが来ましたね。ええー、と、なんか話があるみたいな。あのー、なんだろう。やっぱり嘘もありますし、あの、真実のことももしかしたらあ,あるのかもしれないですけど、でも、1名降,降りたというか、いなくなってしまいましたよね。はいはい、でも、あれだけ <laughs> 一方的に言われて、うん、 で、うん、ああどうもすいませんでした申し訳ございませんでしたっていう平謝りにしか私はちょっと聞こえなかったっていうのが申し訳ななないんんでですすけど正直な感想なんですね、うんうん、私めっちゃ困ってたもんねなんか塩をってると話になってるのなんか流れてきたんだけどみたいな。 というのも私は一緒に働いていた側なので、まあ、一番フェルセミニョンご本人から、ねうん、いろんな、あのー、意見は聞いてましたけど、うん、塩売るとか言ったことないもんね人に <laughs>、まあ、そうですね正直それはちょっと聞いたことがないので言いたいこととしてはそうですね謝り方というか。 かなって思います。ええ、ゆうさちゃん、ありがとう。い,いえい,いえいえいえ、全然。了解です。分かりました。はい。ありがとうございます。わざわざ。特に、はい、もし何か他にそのキャス。 キャストのお話で一緒に働いていた仲間ももちろんいるので、うん、もし何かそういう質問があればまあでもキャストが全部ね、うん、フェリスちゃんのこと知ってるとは限らないじゃないですか裏でやってることそうですね、うん、はいはい、はい、まあなのでそれは大丈夫ですはい、はいえー、C さん今多分聞いたと思うけどやっぱ平山りじゃね確かにもうここまで騒いでおいて元はといえば C さんが発端なわけじゃないですか、はい そうですねじゃあ謝らせてもらってもいいですかあと宇佐美、まあ C さん宇佐美にょんさんですよねえっとこれフェリスにょんさん、はい、年齢詐称法業隠蔽アイドル時代の物販の横領クラウドファンディング詐欺ストーカー不法侵入大麻早稲田卒虚言百均事を高額転売 妊娠してないのに妊娠検査薬の画像を熱、えー、偽造して金を騙し取った件について説明被害者の方への謝罪はまだですかとやっぱこれ言ってたんですけどああこれらはそこまで証拠もないのにこのように書いていたってことですかそうですね証言いただいていてそれで謝ってほしいなと思ってたので、えー、そう書きましたいやそれやばいでしょう証言って証拠ではないからねだって そうですね証拠ではないですいやお前それはやばいだろこれなんか裏が取れてるならとまあこうガーン変えてもいいかもしれんけどさ名誉毀損しちゃってるね、うん、これ完全にねちゃんとした謝罪した方がいいんじゃないですか証言だけでここまで騒いで大ごとにしてしまい申し訳なかったです申し訳ございませんでした申し訳ございませんでしたなんかお前ふてくされたような謝,謝り方やなふてくされてはないですすいません,んうんまあじゃあ声質の問題なんだ いや違うよそれあのちゃんと一つ一つ言わなきゃ君が出した情報ね裏取れてなかったこと全部それを説明した後謝罪や先ほど言った、うん、えっと横領クラウドファンディング不法侵入大麻、うん、早稲田塩について初行もはい年齢年齢,いや年齢は合ってるやろ 年齢なんですけどこれなんで出されてるかって、うん、あの私年齢をミサイ側が平年月日を間違えて出されたんですよそれと昔のプロフィールなんですけど <laughs> あれって多分誰かが作ってますよねあページじゃなくてあれ画像え、ページがないんですかあれって C さん。 あれ画像ですよね。あと私がその21歳って言ってたツイートに関してなんですけど、それはその後に、まあ年齢は非公開だから冗談だよっていう部分を省いて載せてますよね、それは。冗談はい、それ載せてます。その部分は省かれて載せられてるので、<え>私が虚言っていうことにしてますよね。うてか、ちょ待って、冗談っていうのは。C さんさ、うさ、はい、月城うさのさ、あのページの画像送ってくれたじゃん。はい、あれは元のページじゃないの。 元のページもあありますある非公開って言ってますし、はい、非公開なら年齢のことつぶやかない方がいいですよ冗談でもあのツイートだけ見たらだって冗談かどうかわからないじゃないですか追加のツイートを見なきゃ冗談かわからないっていうのは、はい、まあ正直言い訳にしかない、はい、冗談ならその分に冗談で書くべきかなっていうあなんか URL、はい、来ましたよはい <laughs> 企業が間違いで載せてたっていうのはまあ正直それは苦しいですね あそれはちょっと証明いや証明のじゃなくて <laughs> それはもうさすがに100%クロス、ね、<laughs> それは騙されないです僕は、うん、まあ別に俺はどっちでもいい君の年齢とかあとわしが大学って言った覚えもなくてああそうなんですねで C さんちゃんと謝ったのはい謝らせていただいていいですかはいえー、クラファン 横領不法侵入大麻早稲田卒天皇直属霊媒師の使用高額転売妊娠検査役詐欺トレパクなど、えー、証言だけでここまで大きい、えー、配信に取り上げることになっちゃって迷惑をおかけして申し訳ございませんでしたで私のアカウントも削除させていただきます申し訳ないですそれでは今削除しましょうじゃあまず。 分かりました、うんえー、そしてフェリスミョンさんこんな時間まで僕の放送に出ていただきありがとうございましたそして、えー、非常に申し訳ございませんでした、はい、僕もねあのーまあ、画像とかいろいろ話は聞きましたけども、はい、半信半疑ではあったんですけども、まあ、少し疑ったような態度をしてしまい、はい、大変申し訳ございませんでした、はい、今土下座してます 丈夫ですあ、今消しましたちゃうかうさみゃん。まあちょっといろいろとね、あのー、確認できてないことはあるが、あのー、最後にちょっと聞きたいんですけど、はい、あの写真集のなんかレビューがあのひどい件についてはなんかどうおかん思ってたのかなっていう<ー>。<laughs> そのままの意見を受け止めてもっと写真に近づけるように。はい 頑張りたい<ー>せ頑張って綺麗になれるように頑張りたいと、うん、それは皆様の意見なので、うん、一人一人重く受け止めて、ねはい、これからも不甲斐ないですがが、うん頑張っていきたいと思いますわかりましたありがとうございました本当に出ていただき、はいええ、こちらこそありがとうございましたま少,しも少しでもねあの嘘じゃん嘘情報のあれがなくなるといいですね、はい、本当にね はい。はい、もしまたアカウント作られたらこれこれさんに相談すればいいですか。はい、ああ、まあでもいいですし、はい、もう全然僕にできることがあれば、はい、はい、大丈夫です、はい。わかりました。ありがとうございます、はいえいこちらこそありがとうございました。おいしい。ありがとうございました。お前はすみま,ませんでした。すみませんでした。